先日なんですけど、はい、あの13日に福島県県民健康調査の、まあ、甲状腺がんの結果が発表になりましてであのその時に3万8,000人の、まあ、平成23年2011年度の、まあ、検査対象だった人たちの中からあの3人の、まあ、甲状腺がんの子どもが、まあ、診断されたという結果それから、えー、その人たち以外に7名の,、まあ、あの悪性、えー、の悪性を 診断が、まあ、細胞診によって出たというような結果がありまして山下教授とかあるいは鈴木教授の説明によると、まあ、今回の,その検査はすごく精度がまあ緻密で世界で初めてのスクリーニングの,、まあ、あの大がかりなものなので、えー、前例と比較はできないということで震災前からあったものなのでということで何、えー、て言うのかなまあ,あの特殊なことではないというようなあの形の説明をされているんですね。 であの今回こちらにわざわざ、まあ、あのお伺いしたのはこの数字というのを疫学的に見たらどういうふうに見たらいいのかなというふうに思いましてどういうふうに津田さんはお考えになるのかちょっと教えていただけまずこの問題となるとすぐあの福島原発の事故との関連というふうに皆さんその議論がプッと飛ぶんですけれども。 そこは一旦置いといてまずこれが多発かどうかということを考えてそれを踏まえてから次にいくというふうに考えたりと思うんですがこれはまあ多発なんですね。で昔からまあ,あのまあセオリーみたいなものでえ珍しい病気は3例あの空間的もしくは時間的にえまあ一定の範囲の 中で三例集積すると多発であるというふうに考えて次の段階おいおいしろということは言われているんですけれども今回はそれに当てはまりますねでまあこれはまあ大雑把なあの目安ですので実際にまあ計算して比較してもやっぱりかなりの多発であるということは言えると思います。 あの今その多発っていうふうに、えー、もう最初からおっしゃって実は私がの記者会見で山下先生に質問した時も山下先生ご自身多発ですと多発というかあの多いとは思いますとただその、えー、検査の精度が上がっているので、えー、その過去のものとは比較できないというような説明をされてるんですけどそれについてはどういったそのなんていうか論理的にですね見ていったらいいんでしょうか若いい人の向上線がというのがとうは、まあ えー、お亡くなりになることが、まあ、それほど多くないですので、はい、まああの実際は発生率で議論することになりますよね。で発生率ということになりますと当然その発生というのは、えー、手,術手術によって処理されますので、えー、今回3例の方はもうすでに手術を受けられてますので日本の国立がんセンター から出されている発生率に関するデータと比較すればいいことになりますねちょっとその先ほどあの津田先生は発生率でかま構わないというか発生率で比較可能というふうにおっしゃっていて、はい、そうするとおそらく3万8000分の3っていう確率と普段 一般的に言われてる、まあ、国立がんセンターで私30年分のものとここ20年分のものを見たんですけど19歳以下の平均はあの100万人に2人っていうあの感じの数字だったんですけどそれを比較するとすごい倍今そのなんていうかな一般的には発生率じゃなくて有病率っていうんですかその子どもたちが事故前からみんなこう病気を持ってるっていうような あの人たちがいいっっぱい実際にはあってそれで今回の検査の中で出てきたではないかっていうような言い方をされてるんですけど発生率でいいという考え方が疫学の先生の中で十分あるというのを承知の上でじゃあ,あのそうじゃなくてえ有病率で見た場合でもどうなるのかっていうのをちょっとなんかフリップ作ってきたんですけどこれって合ってて合ますかねですから発生という形で現れる前にがんは持ってるけれども。 ま,あまだ表に現れてきてない期間をまあ平均有病期間として表現 D として表現しますとこれを求めるためにはこの今の,3万分の3をこれで割ればいいだけの話ですねえですからあとはこ,こ,これをどれぐらいの数字を割り当てるかということになりますま。比較的長い えー、時間例えば7年を割り当ててこれ,をでこれを7で割りますと,、えー、と発生率はこういう形数字が出てくるわけですね。だから発生率で見ても差があるけれども有病率にして長めに割り当ててもやっぱり例えば4倍とか6倍とか10倍とかの差ができてくると。 ということなんですよね。でこれはあの癌のように例えば時々しか送らないものの場合、あの厳密に見る方法があるんですよね。えっとこういうあの癌の発生、えー、一般人口中での癌の発生というのはあの、えー、ポアソン分布確率というのに従いますので。 それを割り当てて、えー、判断するわけです、ね、まあ要するに自然現象癌の発生というのは自然現象ですので、えー、それを見る場合には統計学的な、はいえー、考察をする必要があるわけですね。でその時にまあ,あのよく言われるのは二項分布なんですけどもまあ、えー、それより 発生率が生まれですので、ポアソン分布を用いる。まあ、これは教科書的な話ですね。教科,教科書的な話。なるほど。ほどさっきのその三っていうのは、もっとこう。まあ、普通そうだろうっていう。感じ。っ実際に現場で。はい、現場で、えー、まあ、行動を起こさないはならない時の一つの。目安ですね。三というのは、うん。で、もうちょっと厳密に。その。 通知を見る場合にこのポアソン分布っていうこの間ちょっと送っていただきましたけどこういう数字があってそれを当てはめるということなんです。その95%とか90%とか99%っていうのはどういうどういう意味になるんですか、はい、これは分布の95%というのはその分布のきゅ確率分布というのは全体が1なんですね、はい。あの えー、最もらしい数字は3の時3人のがんがあるという時にそれが確率分布として考えて、えー、取る値の範囲が0.818から8.808という範囲なんだということを意味してますね。ですこのこの範囲だと、えー、平均値が3の時に、えー、95%の分布をつかむのがこの範囲だということを言っている すごく難しくって理解が難しいんですけど、要はその範囲からこぼれてるとその数字がすごく特殊ってこと、ね、特殊な数字特殊っていうことだ,とだその中に入っているのが平均値だったら妥当妥当っていうか普通だけど、はい、そっから外れてたらものすごく違うってその中には収まるはずっていうことなんですか。 まあ、ちょっと生物学領域の人だったら、わかりますけど、あの、聞いたことあると思いますが。いわゆる統計学的に五パーセント有意だ。というふうに言ってるのは。あれは90。九十パーセント信頼区間の片側に、から外れている。その範囲から外れている。ということなんですね。だから、これは二点五パーセント有意の範囲を言ってるわけですね。その。まあ、一番最初のね、お話に。まず、その。 それが優位というか多発なのかどうかというところから議論を出発すると必要があるというふうにあのおっしゃったわけですけれどもまずじゃあ,あのこれが多発となった場合に気学的には今後どういうことを本来だったらすべきというプロセスになるんでしょうか。今回その主体側としては多発だけど別に,何にもこう あの今まで通りに検査だけが粛々と進んでいく予定なんですけれどもふ普段というか多発というときには津田さんだったらどういうふうにされるかっていうかどういうふうにしたらいいというふうに思うかというのを教えていただきたいんですけど、まあ、一つはメディア対策ですよね、えー、不信小出ししてるというふうに思われてる時点であまりメディア対策はうまくいってないわけですよね、えー、ですからあのー。 得た情報はまとめるとできるだけ早くまとめてできるだけ早く出すとまあ、えー、雑にならない程度に、えー、出していくとでそれは隠しているように、えー、思われないように適、えー、ばきと出すというのは大事ですよねこれはまあどの自治体もやってるはずなんですね現代社会においては。 いろんな病気の多発というのがあって、まあ例えば言うと感染症とか、えー、食中毒事件なんかはよく見る例ですけども、そういうところでやってるはずなので、それと同じようにやっていけばいいだけの話ですよね。それをやればいいと。であとまあ今回の問題に特集で言いますと、まあ、えー、ペースが3年ぐらいでまあ福島県内全部 一周するみたいなそういうペースで良いのかどうかというのはあのまあ、検討してもいいかと思います、ねえー。あと、えー、まあ、いくつか考えられますけれども、今のあれは空間線量とが高い順番に回ってますので、放射性要素の範囲が広がりはどういう風うなのかというのはまあいまだに議論されてますけれども。 まあ,ありうる方向には特に人口の多いところには視野を広げる必要があるかもしれませんね。いいくつか検討課題はあると思いますそれも含めてそういうことをちゃんと議論するためには情報をテキパキあれして多くの情報をテキパキと 公開してそれでできるだけ多くの人の意見を得てそれからまあえー情報的にはきちっと出してるなということになればあの協力も得られやすいですのでそういうことでまああのたくさんの人を協力を得るためにもまあ出し惜しみしてるなというようなことがないように。 していいいくべきじゃないかと思いますけど、ね、今そのどこの新聞の報道もそうですしそれから福島県立医大もね福島県もその今回の甲状腺がんの3例というのはあるいは10例というのはその放射能の被ばくとは因果関係がないっていうようなことをまあきっぱり言ってるんですけどそれについては津田さんはそうするとどういうふうに逆に その問題にについてはおっしゃることになるんですかねまあそのないというのは一つ目はまああのこの例えば三例なりの症例は去年の11月から今年の2月の間に手術されたものと思われますけれどもまあえ2年近く経ってるわけですね原発事故との間で,でえそのそれより前に原発事故の前にあった。 あるいは原発事故によって加速されたみたいなことを否定する材料は今とないんですよね。であのチェルノブイリの原発でも素直に見れば翌年からあ増えているように見えますので甲状腺がんの症例が。そういう意味でもあの因果関係ないというふうに言い切る データはないんですよね実を言うと証拠はないわけですですから因果関係がある可能性も考慮しても何の不思議もないわけですねむしろそういう因果関係があるとかないとかというような議論に終始しますとそこから話は進まないわけですねとりあえず多発があるじゃあ次どういう可能性があってどういうことを準備すればいいのか という方に議論を進めればいいわけですねで、またおそらく二三ヶ月経てば情報が増えますので、えー、その情報が加わった時点でまた見直しをすればいいそういうふうにして、えーえー、まあ具体的に話を進めていった方が建設的だと思いますね他の問題は全部そうやっているのにこの問題だけは一生懸命因果関係がないとか言い張ったり因果関係がない理由を探して何もしない この理由を探しているかのように私からは見えるわけですよね。通常とは非常にこうプロセスが違う。そうですね。うん、通常通常は、えー、今こんなあ今入っている情報からするとこういうことが予想できるので次どうしようかという議論が進むのにこの問題だけはそういう形で議論がストップしているように見えるというのは。 えー、ちょっとまずいんじゃないかなと思いますけどね。あの近々なんですけど年度末の3月には一応その対象調査っていうんですかね環境省の方で、えー、福島とはあの別の青森山梨長崎の3県で行っている4,000人のなんかスクリーニング検査のデータが、まあ、あの公表されるというふうにはあの言っているんですけどどういうふうにこの 数値が出たととききに比較とか検討ででるんでしょうかこの3万8,114人に比べれば4,500人ですかねあれはまああの8分の1ぐらいですかね。ですので同じペースで同じ割合でがんが出たとしても1人いるかいないかなんですよね。 要するにまあ対象集団が少なすぎたわけですやっぱりこれは何少ないもっと増やさないとい味がないんですかいやとして比較するんだったら同じ割合で出たとしてもおほとんど何も言えないわけですねなるほどゼロか1か分からないあるかないかでもそ,<う>それについて何かこう検証できないそうがんに関して言えばね、うん、じゃあこれは意味ないんですか いやまあ、だから、えー、と B 判定とか A 判定というのは意味があるとしたら結節の割合ととかか大きさとか、えー、意味があるかもしれませんけどね、うんまあ、それでもまあ難しいですねそういう意味では。いずれにしても因果関係がなしというふうには言えないっていうことで次の手を考える。 そうですね冷静に見れば因果関係がないという証拠はほとんどないんです今の段階で。それを因果関係なしで因果関係がないという理由を一生懸命言ったところでそれはもう議論をストップさせるだけ例えば先ほど出たその微小ががあるじゃないかっていうねまあ大人のことでもあるし定義的に見ても 5mm とか。 五ミリ、五ミリ、一センチ以下のことを指しているわけですよね。いや、その微小がんというのがあるじゃないかって。微小が、その微小がんは。えー、悪性腫瘍度が確かめられてるがんなんですかとか。ものすごく、ぎ、あの、えー。議論が大雑把なんですよね。で、そもそも五ミリ以下。とか。十ミリ以下の話ですから、今回見つかっている。うがんの。サイズは平均。 点あ十十五ミリですからですからまあそれからは外れてますので微小癌の話をここで持ち出すところことにあまり意味はないと思うんですけどねですからやっぱり因果関係がないということの理由探しをしているように見えるんですねそういうのを聞いてしまうとだからすごくその言葉上で言ってるだけであの 話はフローしちゃってるんですよねちゃんとそのデータとか根拠を確認しながら、えー、議論しているようには見えないんですけどね私には。ですからぜ,ぜひそう,うそういうふうに言われるんだったらもうちゃんとこうなんですよというふうに説明した上でまあ,あの言っていただかないと。あともう一点、まあ、今回その今三例で主に話をしてきたわけなんですけど。 実際には悪性が10例っていうことで、まあ、あの合計7例とすでに診断されている3例と合わせて、まあ、10例ということなんですけどこれに関してもあの、まあ、鈴木教授などは残りの7例というのは、まあ、まだそのあの確定じゃないからあのまだ細胞診のみの段階で最後まで手術してないから確定できないのでがんではないっていうふうな。 言い方をして今数字から省いた形でやってるんですけども10例となるとまたぐっとこうあのまあ優位というのが高まってくると思うんですが鈴木教授はその「偽陽性」と「陰性でしたっけがまあそれぞれ10%ずつあるのでえ確定できないんだということをまああのおっしゃってるんですけどこれはどういう意味なんですかまああの偽陽性例というのは 本当は癌じゃないんだけれども癌だと判断してしまった細胞診によって発生した例である、うん、それが10% 10%, 10という割合はこれは、まあ、100%低い陽性反応的中割合というかパーセントの数字なんですけどねですからまあ要するに 7× 7, 7というのは陽性例ですので かける0.9で、まあ、確率的には6.30がんである。は福島県立医大の細胞診の,ああ細,胞診の細胞診の性能ではそのくらい。 が予想されるわけですねですからまあ9例か全部で合わせると9例か10例のがんであるというのを考えるのは妥当だと思います、うん、だから逆に見ると今陰性というかがんと診断されてない方ももしかしたらがんってなるかもしれないっていうことも意味してるわけですよね今のその。方ですね陰性だと判断されている人 が外れている可能性すなわち陽性である可能性というのは10あるとということになりますねだから細胞診してがん、えー、と判断されなかった人が60名ぐらいいるのでもしかするとその中にも実際にはがんかもしれないっていうこともありうるあり得うわけですね。経過観察することになっていると思いますね、はい、その10%あるという言葉からすれば。あまあ、つまりその 言うなれば両方あるっていうことですよね。そうです。だからそれによって全然なくなるってことはないってことですよね。まあ全部確率で論じますから今の医学はね。あの十だとするとものすごく優位っていうかものすごい差があるっていうことですよね。中通常の状態からすると。そうですね。百倍を超えるんでしょうね。うん、そのぐらいの差ってやっぱ結構。 大きさっていうふうに言えるんですかそれだけの話なんですけども例えば今 PM2.5 で問題になってますよねはい、はい、あれは10マイクログラム1立方メートル中に10マイクログラム増えれば1.03倍とか1.05倍あれは1.1倍ぐらい あのえー、病気が増えるあるいは1.02倍死亡が増えるということで問題にしてるわけですね。全然レベルが違うわけですもうだから何十倍という時点でもう、えー、もうとんでもない値なんですよねで。これ以外の問題だととっても問題にしているような倍率であるということですね。 というか、まあ、これを多いと判断しなかったら、まあ、要するに多いのってなくなるほとんどなくなっちゃいますよね。多いものがなくなくるそう,そう,そうんで因果関係でで多いい少ないで論じるわけですよね薬が効くとか効かないのも投与しない時に比べて治る人が多いので論じてるわけですよ。 でこれが,これがあのあの多くない多発でないということになったらいろんなものの因果関係消えちゃうわけですよね。うん、というか多発がなくなっちゃうというか,、うん、だからもうあのそういう約束でやってるんだからそういうもうもう。もううん そういう感じでずっと発がん物質だって判断してるわけですよね。もう、あらゆることがそれを前提に成り立っている。そう、成り立っている。現代社会。社会保険、うん、特に保険医療分野。うん、判断はね、うん。で、因果関係っていうのは、そうすると、やっぱりその。多発とか、その。割合統計的なことでしか、最終的には。言えない。因果関係。 そういうふうに科学全体そうですよね。統計学がえっと科学の文法なんです。科学の言語なんです。で、その時に語る言葉は確率の変化なんです。確率が用語なんです。新タックスなんです。だからあのそれが 人間の場合は疫学なんですよね人間を単位にする場合は疫学で論じるわけです、うん、あの疫学とか統計の専門家でこの数字を見て多発じゃないという人はいないそうですねこの,このことをいろいろ聞いてる知ってる人は、まあ、言わない,いないと思いますけどね。絶対に言えない,ですいや絶対に言えない。いたとしたらえー、なええー、えいう感じで。 だと思いますけどえだってそれでんんだみんなもう疫学的見たら絶対に多発は否定できないそうですよこの時点ではね放射能のとか原発の事故の話がなければ原因不明の多発ですよねそれこそ拡大調査という話になるんですよね。 もし事故前からだったとしたらその事故前の何の原因だったのかっていうそうですねそれを調べないといけないことになりますね。公衆衛生学的なななな重重要問問題題になりますね重大な問題この甲状腺がんっていうのは、えー、割とあのその死なないとは言ってもやっぱり手術をするわけですから手術をしてその後薬をのみ続けるわけですから。 それ重大な病気ですよね。それは放置できないから、まあ調査しなきゃいけないわけですよね。その調査を考えるような多発なわけです。うん、なるほど。普通だったら小ちゃなんだけど、福島県立医科大学の疫学的な担当の安村先生とか高橋先生の人たちは普通。 その方々も普通の考えだとやっぱり多発だからなんか手を打つレベルっていうかそうですね調査調査するべきそうですねこういう数字が上がってきたとしたらたまたま上がってきたとしたら原発事故なしいずれにしても無視はできないできないですね,そう,ですねそうかじゃあ疫学やってる人やっぱりこれは違うその綱の言ってることは間違ってるっていう人は出てこないっいうことですねああそれは出てこないと思いますけどね出てきたらまあぜひ <laughs> お話ししたいところですね。ああ直接ね。はい。ああそのぐらいもう否定できないその多発っていうことについては否定できない。でもルール通りに教科書通りやってそういうふうに判断して次の段階行きましょうという話ですよね。